恋愛とミステリーと落ち仕事全部味わえる、すごいいい心地のいいどんでん返しというか、女子は好きだと思うこの本。落ち仕事、落ち仕事。こんにちは、おみです。今日も落ち仕事始まるよ。2020年がやってきますね。どうでしたか、皆さんは2019年いかがお過ごしでしたでしょうか。おみの2019年は、私イノシシ年生まれなんですけど、まあ、年女ということで、年女は縁起がいいみたいで、何よりもこの分断 TV に携われたということが、もう私はこの2019年、なんか分断 TV だけじゃなくて、こう出演する側としてなんかお仕事いっぱいしたいなって思ってたんですよ、ずっと。でもこの2019年は本当に多分今までで一番その職業を全うできたなっていうのを感じてて、ちょっと真面目に語りますけど、本当に超いい1年だったので、2020年も変わらずにイノシシ走り続けたいと思います。じゃあ今日読んできた本はこちらです。マドイ・バンさんの丸太町ルボワールです。私めっちゃ好きすごい面白かったです、純粋に。舞台は京都です。なんか古めかしい言葉とか使われてるから昔の話なのかなって思うんですけど、ちゃんと携帯電話とか出てきたりとか、舞台は現代です。白坂論語っていう美少年が主人公なんですけど、始まりはその美少年が寝ている時にある女性に出会うんですね。でその女性に論語は恋をしてしまうんですよ。その恋をした相手っていうのが自分の論語の実の祖父を殺したかもしれない相手。論語が目覚めた時には忽然とその女性は姿を消していて、探すんですね。京大の超頭いい大学生の探偵がいて、でその人たちも加わりつつみたいな感じで話が進んでいきます。ある家同士の騒動があった時に開かれる私的裁判みたいなものがあって、それが総流へ、論語がその祖父を殺したのはお前だっていう濡れ衣を着せられてしまったわけですよ。だから論語は自分の罪の身の潔白を証明すると同時に、その消えた女性の姿を探すために総流へに参加するんですね。逆転裁判みたいな感じで、なんかずっとその裁判中の様子がずっと結構後半はあるんですけど、オチの直前に結局その忽然と姿を消した女性の正体が誰か分かる、もうその正体が分かってしまって、こちら側としては一旦すっきりしてて、落ち直前の一行手前で、しかし本当の問題はまだ解決していないのだっていう風に隠されてるから、何かまだ解決してない問題があるんですって。マドイ・バンさんのマルタバチ・ルボワールの434ページから落ちを解禁していきたいと思います。落ち直前で分かったって思ってた女性は本当はその人じゃなくて、なんかどんでん返しがめちゃくちゃ多くて、この本めっちゃどんでん返しのどんでん返しのどんでん返しって、私結構嫌いだったんですけど、そういうなんか回りくどい系の心地のいいどんでん返しというか、最後の終わり方めっちゃ素敵、なんか女子好きだと思う。ジョニー・デップとアンジェリーナ・ジョリーが出るアクション恋愛映画が好きな女子その総流へで、まあ、互いに論破をしていくわけなんですけど、その中でこう後坂論語がいるこっち側の言い分として、相手側の家の娘に容疑をかぶせたくて、その家の娘の名前がかなりちゃんっていう名前なんですね。だけどその名前は
あなただっていうのは言えないから、会場にいるみんなをあいつなんじゃないかって思わせるために、あのかなりって言葉あるじゃないですか。かなりすごいとかかなりやばいとかで、そのかなりっていう言葉をもう散りばめまくったわけですよ、その討論の時にね。かなり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 じゃねみたいな感じで脳裏に焼き付けさせるという、こう人間の心理をこう利用してるわけじゃないですか。サブリミナル効果なんですかね。じゃあ丸太町ルボワールのおみびっくり度はドルルルル9。びっくりもしましたし、本として普通に好き。おみキュン度300です。おみちゃんのおまけコーナー。今日のおまけコーナーはこちらです。ででん、又吉直樹さんの人間を読みました。初めて又吉さんの作品読みました。なんか私はなんか感じ取れるものがちょっとまだ追いつけなかったです。こうその主人公と、その主人公が学生時代につるんでた大人気作家になった親友みたいな男がいるんですけど、その2人が、まあ、大人になってからバーで出会うシーンがあって、その主人公の男が言った一言に対して、そういうことみたいな、俺もそれ分かるわみたいな、やっぱお前と話してると理解し合えて嬉しいわみたいな言うシーンがあるんですけど、こちらとしては何も理解できないっていう、置いてきぼりに置いてきぼりにされるシーンがあるんですけど、事件も起こらなければ、まあ、普段なんか殺人とかミステリーとかめっちゃ読んでるからあれなんですけど、こう人間模様をひたすらに、人間味あふれる部分をこうひたすらに書いてるみたいな。でも本当に又吉さんってすごいんだなって思いました。いや、わけわかんなすぎてすげえなっていう、何重にも何重にも噛み砕いてなんか考えをいつも考えてんだなみたいなことがもうギュッて詰まってる、単純さがない。はい、じゃあ又吉直樹さんの人間のおみびっくり度は0です。びっくり度は0です。びっくりはしないけど答えがない本なのかなって思いました。なんか読み手によってこう捉え方が違うっていうか、その読んだタイミングとかその時の感情によってなんか得れることが違う本なのかなみたいな、うん、5年後読んだらもっと意味が理解できるかもしれないし、もっとなんか気づくことがいっぱいあるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと今の私ペラペラすぎてね。じゃあ皆さんも良い2020年をお過ごしくださいませ。だにゃー。じゃあ次回は井上夢人さんの2作目を読むこととなりました。オルファクトグラム、楽しみですね。めっちゃ面白かったから。ラバーソウル、なんかハレンチ